沖縄アナジャコ、沖縄アナジャコは沖縄アナジャコ科の甲殻類の一族でインド洋から西太平洋沿岸のマングローブ林やその後輩湿地に生息する。この野光性の結居性生物はマングローブの生態系における生物地球科学的循環にとって重要な生物であるが魚や予備の養殖場にとってしばしば厄介者であるとみなされる。 日本列島沿岸には、とかが異なるアナジャコが分布している。沖縄アナジャコは、外見がロブスターに似ており、体長は最大で30センチメートルに達するが、通常は16、20センチメートルである。第一脚は左右非対称のハサミを持つ。広角は非常に硬い。体色は淡褐色からアンカ色そして緑褐色と様々な変異が見られる。 甲角は長い卵型をしており、全長の3分の1に満たず、角角は前方に突き出て、わずかに尖っている。尾は細長く、他の多くの結挙性十脚甲角類と似ている。尾足の数は形状によっては減少する。腹部の節は等間隔で、内側に折れ曲がっている。そのためカビ節についた汚染は機能していない。 脚部やエラにある多様な合毛の並びは堆積物がエラに達するのを防いだり、防ぎきれなかったそれらを排出するのに都合が良い。沖縄アナジャコもまた、エラを泥から保護するために、呼吸反転というエラ掃除機構を有する。沖縄アナジャコは2メートルもの深さの穴に生息している。活動は夜間に行われる。穴掘りは地中深くから有機物をもたらし、 マングローブの生態系にとって重要な役割を果たす。また穴の上部に火山にも似た最大3メートルもの高さのシャコ塚を築く。その塚には動植物を含め様々な生物が共生している。数例を挙げるならば、そして白アリ、植物では島白木、耳持ちカニク草などである。沖縄アナジャコはエビや魚の養殖場の包みの機能を低下させる。 ことから、養殖関係者からは、厄介者扱いされる。沖縄アナジャコは、アジア大陸、インドのケララ、スリランカ、アンダマンニコバル諸島から、ベトナムの沿岸部に沿うように分布し、また、マレー諸島及び、日本の南西諸島の大部分に、さらにはその南限をオーストラリア、北海岸、西オーストラリア州のノースウェストケープから、クイーンズランド州中央部そして、 フィジーとサモアのの東までの広範囲に分布している。沖縄アナジャコの化石は多量に出土している。それは中心世の昔にまで遡る。それらは一般的に脱皮した殻の状態で硬いリン酸塩のジュールに保持されている。太古の昔、嵐は沖縄アナジャコを巣穴に閉じ込めたのかもしれない。そして時を経て、堆積物の鉱物を豊富に含んだ性質により、 急速な化石化がもたらされた。他の温水種とともに、現在は種の分布範囲以外である日本の広島県から出土した沖縄アナジャコの化石の存在は、1600万年前の中心より気温上昇の時期があった少佐であったと言える。インドネシア、ニューギニア、フィジーではハサミを食用とするがその味は淡白であるため、あまり利用されない。タイでは、 粉末やアルコール付けが、ズダの治療薬として用いられている。日本では、南西諸島にが分布する。八重山地方では、沖縄アナジャコのことを、ダーナー館と呼び、地元名像、アンパルをお舞台とした、アンパルヌミダガアマユンタ、アミハリヌメダカカニユンタユーミン用に沖縄アナジャコは、三地域人図、三橋作り係と、金物人図、見物人として登場する。 沖縄では食用にはしないが、かつて、八重山地方では、沖縄アナジャコを黒焦げに焼いて、油と混ぜたものを、ある種の育毛剤のようにして使用していたという。が最初に記載されたのは、1806年、ラトレーユによる。彼はこの属にも式種のみを記載した。しかしこの種名は、ハーブストが記載したの新山異物同盟、後に発表された。 シノニムであることジャックスキノット・アンド・ルーカスに指摘され、種名はとなった。この属にはかなりの変異があり、複数種に分割された。しばらく混乱が続いたが、最終的に、ウィン・ノック・ホ・アンド、ミシェル・デ・セインツ・ローランはこの属に7種、原生6種、化石一種を認め、あるいはもうアンド・チャングによる一種を加え8種、原生7種、化石一種とする。 沖縄アナジャコ族は、沖縄アナジャコ科の唯一の属である。沖縄アナジャコ科はかつて、アナジャコ上下に単独で、もしくは、砂ジャコ科と共に分類されてきた。しかし、いくつかの系統によると、アナジャコ科やハサミシャコエビ科と統合される可能性がある。デグレーブは、沖縄アナジャコ科、アナジャコ科、ハサミシャコエビ科にを加えた4科を、アナジャコシためにまとめた、これを、 アナジャコジョとする分類もある。さらにトソングエアルの分子系統によると、このアナジャコシタメはシタメ、従来の砂潜り浄化に近縁である。ただしこの関係は、アナジャコシタメ内の類縁関係に比べると若干、遠く、形態的な相違もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。